今の打ち切りです。え、本当に言ってますか？舐めてる。舐めてねえよ。本当に打ち切りスローモーションでやれば分かるから。下だったよ、もう本当に。下切りだったよ。スルーしない。どうも、最高戦日本プロ麻雀協会の河野直哉です。今回の企画は麻雀界で僕が、あれ、この人の切り方は独特だなっていう人を実際に呼んで、その人に、まあ、ちょっと先輩なんでちょっと言いづらいんですけども、教えるというか、まあ、あの、その人の切り方は真似しちゃダメだよって言った方がいいのかなっていうぐらい、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、そういった方と一緒に切り方、どういう切り方が、あの、ハイサーバーが綺麗に見えて、まあ、形から入るって結構大事だと思うので、まあ、それを踏まえてやっていきたいなと。ということで、本日のゲストをお呼びしたいと思います。お願いします。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、自己紹介をお願いします。はい、日本プロ麻雀協会の竹中誠と申します。よっ、お願いします。よ、まあ、竹中誠さん、うん、誠プロ今日来ていただいたんですけど、まあ、ざっくりと、まあ、説明すると、結構あの、この YouTube で見てる方もいるかと思うんですけども、うん、まあ、双子の顔は本当にうり二つのね、うん、弟さんなんですよね、あちらの方。あっちが、まあ、双子だから兄も弟もないけどね。竹中進さんというのは、日本プロ麻雀協会に顔がほんと一緒の2人がいる方の片方です。まあ、あの、お兄ちゃんの方なんですけど、ま、長くしてもらってるのに、もう本当に失礼なことなんですけど、ほんと先輩ですよ。先輩なんですけど、とにかく独特な牌さばきなんですよ。てか、真面目な話すると、俺ら兄弟は自分の牌さばきがどう下手なのか全く理解してないから。そう、そこ、そこでしょ。そうそうそう、今日の企画にうってつけなのよ。そう、なのでね、うん、今日はこの僕が、僕もそんな綺麗ではないかもしれない、うん、かもしれないけど、いや、竹中さんよりは上だわ。今日はその外切り、内切り、まあ、置き切りだったり、いろんなさまざまな切り方を実際にできない、まあ、本当にあの、そういう切り方あんましないですもんね。しないっていうか、俺の中でハイの切り方1種類しかないもん。1種類しかないかもしれないんですけど、まあ、こういう切り方もあるよっていうのを実践しながら一緒に、あ、こうやってあの、ハイさばきを教えたらいいんだと思う、まあ、あの、先生をやる方だったりも、あ、こうやって教えたらいいんだっていうのをちょっと教えられていけたらなと思ってる次第でありますので、では早速やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで早速やっていきます。で、とりあえずまずは、はい、今日は外切り、内切り、縦切り、置き切り、この4つ、あと、まあ、リーチ後のモーションだったりも最後やれたらいいなと思ってるんですけど、とりあえずこの4つをまず覚えて帰っていただきたいなというのを、じゃあ実際に今4ついっぺんにやっていますので、やり方を説明せずに1回やってみますので見ててください。まずは、外切りですね。持ってきます。これ外切りです。次、内切りいきます。これ内切りです、うん、で、次縦切りいきます。さあ、最後置き切りします。まあ、違いが2種類しか分かんないでます。なるほど、うん、今4種類全部やったんですが、それを踏まえて、じゃあ竹中さんの実際切り方をちょっと見ていただきたいなと思って、はい、じゃあいいですか、お願いしても。はい、分かりました。まず皆様にもし本当分かってほしいんですけど、竹中さんは 1種類しか切り方ないんですよ、人生で。1個しか切り方ないんですって。その切り方を今ちょっとじゃあ見せてください。あ、まずそれからやればいいの。え、それ以外にあるの？2個だから外切りとか内切りを、違う違う違う、それは後で教える。あ、後で教える。できないでしょって。うん、できない。できないで、なんでやろうとしたの？いやいや、真似るのかなと思って。じゃあやればいいんです。そうそう、いつも通りよ、積もって切るをやってください。はい、もういいもういいもういい。シュールすぎるわ。はい、うん、置き切りだね、一応置き切りだね、一応。なんか分かった、うん、カクカクしすぎなんすよね。カクカクしすぎ、うん、今の打ち切りです。え、本当に言ってます？舐めてる。舐めてねえよ、本当に。打ち切りスローモーションでやれば分かるから。下だったよ、もう本当に。下切りだったよ。
え、バカにします？いや、してないけど。あ、まあまあ、やっぱ教えがいがあるわ、本当に。お願いします。はい。ということで、今では打ち切りだと思ってる人もいるんで、うん、じゃあ実際に外切りからまず教えていきたいと思います。はい。じゃあ実際に外切りからまずやっていきます、うんうん、外切りはまず牌の持ち方からいきたいと思うんですよね、うんうん、親指人差し指、これこう持ってることできます？あ、2本で持つ2本、うん、で2本でまだ、いや、まだ持っちゃダメだから。あ、持っちゃダメ、はい、これ2本ね、うん、で、中指は添えるだけ、うん、どっかの漫画にありましたね、うん、まあ左手なよく知ってる、ね、で、添えるのね、うん、添えて、これってできます？そう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 、これくれってやるだけで外切りになるんですよ。この回転ができて、このままこういけば外切りになります。え？それできて、それこれ邪魔やねん。ああ、そうね、それ邪魔でしたね。ああ。え？逆にどうやってんの？普段は中指でまず牌をしっかり押さえる、人差し指と薬指で両脇をガードして親指を使ってポンとやって絶対にこぼれないようにする。おお、これが私のプロっぽい切り方です。プロっぽいね。え、親指は最後どこにいるの？親指真ん中にいるの？親指は途中で変えるな。親、なんていうか、こう親指と中指でくるっていうような感じにして。縦切りじゃん。あ、縦切りなのこれ。縦切りはこういくのよ。あ、そうなの。そう、縦切りはこうなんで。おう、ち、なんか、なんかもう、なんかネチョネチョしてもっとそぎってやればいい。そうそう、それも大、なんかこうじゃん。じゃあ覆いかぶさってる感じに見えるんですよね。はい。え、立っちゃったじゃん。あ、そう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 、そんな感じです。そんな感じの、もうちょっと早いっす。違う、そこじゃない。ある程度空中までで最後に離した方が、こう常に、で、ここに置きますよっていう感じ。あと、その力入れない、力入りすぎ、ちょっと力みすぎてる、肩が上がってる。力み、あ、すごい、なんか、お、全然力入んないんだけど。これ本当にネタとかでも何でもなくて、うん、本当にこんなことできる人じゃないんですよいや、もともとできたんでしょみたいに思われたらあれなんですけど、違います。竹中さんはこんなね、まあ15年以上やってて初めてやった切り方だよみたいな感じですよねってぐらいなんですよ。はい、続きまして打ち切り、うん、外はこれ、今度打ち切りです。うちも、うちは今度こうですね。親指と中指で持ちます。今度は人差し指でくるくるする感じですね。親指と中指で牌を持ってくる。頑張ります。こういう切り方もあるんだぞっていうのも。そう、いいじゃん。それどっちどっちどっち。いや、打ち切りの。あ、打ち切りできてるじゃん、まだ言ってないのに。え、でも応用なんですよ、外切りと内切りは。結局これとこれ、これができるようになってればね、やれるんですよ。こっちの方がやりやすい。そう、内切りの方がやりやすかったら、内切りも全然綺麗に見えるんですよ。さあ、続きまして縦切りです、うん、縦切りっていうのも実はあんまり使わないんじゃないかな。ないね。一応外切りはこう回すじゃないですか、うん、で、内切りは内に回すじゃないですか、うん、で、縦はこのまま行くんですよね。ここが縦になりますと、このままパンっていくんですよ。最初何本指で持つの？今度はこれ、内切りと一緒ですね。親指と、親指と中指です。親指と中指で、最後親指と中指で持った後にこの2つでこうします。こう2つで持つ、今度は人差し指と中指、人差し指と薬指で縦にします。指指このまま縦にする。で、このままパンっていきますね。普段の俺の切り方。そうそう、だから竹中さんのは縦置き切りだと思うんですよね、うん、なるほどね。回転を縦でしかしてないっていう感じ。これは外にも内にも回してなくて縦ですよと。あるいはこのままこうも縦切りですね。
せてからこういくのも、これも縦切りだと思います。汚くなんでそんな汚くなっちゃうんですかね。前がね怖いのよね、当たりそうで。そして最後お気に入りですね。もうお気に入りはもうお気に入りといったら竹中さんですもんね、うん、はい。なんかね、なんかそれもさ、なんか変じゃない違う。あ、この指でつまむのか。え、何指でつまむ。これも基本的にね、僕は外指と一緒なんですよね。え、なんかカクカクしてない。あ、わかった。スッて置けます。今置いてるよ。パッパッていかなくて、このままこう置けます。一瞬で。え？置き切りがこんなにダメな人いる？いやいや、ちょっと待って。はい。え？どうすればいい？この位置にこう置けます。なんで？なんでって置けないんだもん。ちょっともう一回、あ、じゃあせーのでちょっともう一回やってみて。せーのね。せーの。な、曲がれるの？というわけで、外切り、内切り、縦切り、置き切り終わりましたね。はい。それの、まあ、応用といったらあるんですけど、リーチモーション、うん、リーチ後のつも切りもちょっとやっていきたいなと、うんうんうん、これ、結局外切りと同じなんですけど、リーチしたい牌持つじゃないですか。ここで中指で今度はくるんとしちゃいます。あ、いいですね、いいですね。くるんとして最後の手を離すときにもう中指1本の方がいいです。それの方が綺麗に見えます。なんかここに置けます。なんでどうやったら立つの。逆にやり方教えてほしいんだけど。いや、だからこのままこう、そうか、ちょっと横に。あ、そう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 、ね、あ、すごいいいじゃない。寝かせすぎて、もっと寝かせる方がいい。なるほどねって、全然できてないんだ。全然できてなかった。ちょっと、あ、そうそう、そんな感じ。はい、こぼさないで。はい、こぼしちゃダメだから。そのリーチ後のつもぎり、うん、あ、任して。じゃあちょっと実際やってもらっていいですか。リーチ後のつもぎり、ちょっととりあえずリーチってやってから。あ、よかった、ちゃんとそれやってくれるんですね。そうそうそう、リーチやりました。どうすか。やる気あります。打ち切りだね。そう、打ち切りなんですけど、これが打ち切りができるようになってると、空中で切るときに打ち切りでいけるんですよ。これもちょっとかっこよく見えるかなって思うんですよ。なるほど。さっきリーチ。リーチからやりましょう。リーチ。まあまあいいや、まあリーチは。ああ、まあそんな感じです、本当に。見てるそれ。ツモハイ見てる。見ているパスす。なおかつ映像媒体があるんで、もう本当ここまで行ってください。ここまで見せて、こうです。あ、そうそう、そんな感じです。それだとスッていくんですよ。これはやってるかもな、たまに。そう、無意識にやってるかもしれないじゃないですか。これが打ち切りなんですよ。なるほどね。リーチしました、うん、リーチしますね。親指と中指でこう支えます、うん、あ、親指とごめんなさい、人差し指、人差し指で中指いきます。見ました。親指と人差し指で。ちいちい、全然ダメ。あ、ダメ。モーパイってご存知ですか。うん。モーパイってこうするじゃないですか。うん。中指モーパイってできますか。中指モーパイはこういうこと。そうそう、その要は積もった時に、うん、このままこういけた方が良くないですか。おお。これって一回回すじゃないですか。回す。これも内回しなんですけど、縦からこう持ってきて、親指でモンパイというか、親指でやるときは内切りで回してこうなるんですよ、相撲のとき。それが中指モンパイのままだと、これ見たらそのままいけるんですよ。内切りと応用でこう回して、切らないで今度は下に置く。そう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 。なるほど。それだとスムーズですよね。
でなおかつ回転もしてるんで、あ、この人ハイサバキも綺麗だなって思わせることができますよね。はい。ということでね、はい、全部の項目の練習が終わったんで、いよいよ最終チェックをさせていただきます。はい、積もってきてからですよ。はい、1回勝負です。1回勝負なの？1回です。うん、分かった。続きまして、打ち切りを。打ち切りね。続きまして、縦切りを。縦切りか。続きまして、置き切りを。続きまして、リーチモーションを。リーチ。続きまして、リーチ後のつむぎりを。これ内巻きでね、やってくださいね。置き切りじゃなくてですよ。最後、リーチ後の積もり方ですね。チョンボですね。まあ役はない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで全部終わりました。思い切ってここは視聴者の方々に採点をしていただきたいと思いますので、コメントにじゃんじゃん書いていただいて、もちろんもう一回竹中さんを見たいっていう方は70点以下でも全然いいです。それはもう全然ありがたいんで、ノーギャラなんで絶対に。なんですけど、綺麗にできちゃったら、あ、よく頑張ったなと思っていただけたら70点以上というコメントでね、ちょっとやっていただきたいと思いますので、皆様ご協力お願いします。それでは皆さん、さようなら。さようなら。